のところを、これ断熱材やね。うん。でね、もう隠しちゃおう、ついに。もう完全にここはもう使わないスペースだから。そうだね。で、その前にさ、ああ、配線の？そう。こう通って、うん、こっちに出るように、うんうん、バッテリーのところに持ってこないといけないね。そうそうそう、切り管をここの中通して、こうただ出してバッテリーの方まで配線出せるようにしておきます。ヤマト家のパンティープライス。とりあえず今からは IH をここに埋め込むのに、今こう印つけたから、ここに穴開けて入れちゃいます。キッチンのシンク取り付けちゃったからさ、取れへんのよね。全部外さんでたんかい。ジグソーで穴開けます。下に落ちます。若干斜めになってます。 Y に当たる。フローになってます。フレ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 、もっとフレ。ついとるかな、ここ。わざとやろ。わざとちゃうよ。はい、ベロッとやって。いやいやいや、ほうきで先やった方がよくない？じゃないやろ。どうやろう、もうこれでもう無加工でいけるかな。ここで最後こう止める仕組みになってるかな、はいはい、それ用なんだ。そう、埋め込み用なんよこれ。お、ばっちりじゃん。ばっちりばっちり。あ、しっかりはまってるよ。うん、これ、うん、ピコーンってでこう回していくと挟まる。あ、ほんとだ、切ってない、うん、はい、ということで IH 取り付け完了。完了ということで、次この5人掛けのソファーの蓋を取り付けていきます。はい、はい、一見終わった風に見えとるけど、実はこれ乗せてあるだけなんですよ。しかもあのサイズ合ってないからね、これ。中扉の前にセットして全部床をフラットにしようと最初計画しとったやつなんや。懐かしい。懐かしい。で、中扉の取っ手をここで回避しとったね。うん、まあ、それはもうフラット側やめたから余ってきたやつなんやけど、カフェ板にしようと思ってるから、うん、再利用をねしていきたいと思います。使えるところは、はい、中開けるとこんな感じで、まあ落ちていかないようにね、そこはつけるんですけど、とりあえずこの蓋やね、蓋をつけてきます。まあ、1枚買ってきました。はい、でこれでちょうどね、だいたい長さはねぴったしなんさ。いいサイズだね。うん、カットしてつけた方が、ここはもうつけたままでいいかなっていう。そうそうそう。あ、スムーズじゃん。あ、いいね。あ、ちょうどここで、しかもさ、あ、窓で、うん、あ、窓の窓、あの縁枠やな。そうそう、フレームでサッシにね、当たって、うん、だからガラスに直接ガーンって当たることないから。あ、よかったよかった。あ、干したか。まあいいか。おお、軽いやろ。うん、軽かった。じゃあこれ、はい、どうぞ。はい、ニス塗りたいな。とりあえずニス塗りたいな。ニス塗ってなんか置きたくなるよね、コーヒーとか。そうやね、ここせっかくな、こういうスペースあるから、うん、絶対置きたくなる。そうやね、ご飯も食べれるかもしれない、ここで。ここでな、うん、とか、あとは、まあ、軽食、そういうお菓子とかクッキーとかさ、うん、お菓子とかクッキーとかクッキー具体的なの出てきちゃう。
そのドリンクホルダーつけたらさ、こうやってさ、ここでつまみながら外の景色見れたりするけど、まあね、だいぶちょっと見られる感じ。別にそうしたらここでいいんじゃないの、こっちの窓あるから。違う、ゆったりしたいじゃん。いや、ゆったりしとるよ。ジャストサイズ、ついに隠す時が来ました。はい、じゃじゃーん、いい感じ。全く違うね、こっちからちょっと見てみる。こう、あー、ほんとやね、そうやね、そうやね、うん、全然上が隠れるだけで違う。違うよね。ということで、エアコン周りね、一通りちょっと隠せましたね。とりあえずで、ここちょっと、ここを隙間空くんよな。うん、うん、これなんでかっていうと、このフラップが降りてきた時に当たってしまうんだな、これ以上上げてしまうと。なのでちょっとこんだけね、こんだけちょっと隙間あるんやけど、まあ、最終的になんかこう隙間テープみたいなんで、もう少し隠せれたらいいかなっていうような感じですね。あ、すごいパワーの持ち主や。叩きも大体解決する。新しい板を差し替える。あー、痛い痛いよ痛いよ。ちょっと待って、ちょっと危ない。いやいや、もう当たってるから。当てて、危ないよ。ててて、あーちゃんに言う言い方。お、さ、ゴリラパワーや。ゴリラ、ゴリラ。ちょっと、思い出の品ですからね。うん。まだでもそこまで思い出がないんだけど。シート下です。こっちも止めますよ、うん、もうトラップやないか。トラップ、ガス、バスガス爆発になるやんけ。あ、ほんとやん。3回言って、せーの、バスガスガスバス。でも見た目からしても違うもんね。すごい痛いわこれ。わ、本当は全然違うな、うん、軽く撫でるような感じ。すごいツルツル。これのじ板なんやけど、こんなツルツルなるんやな。やってみていい？いいよ。ちょっとこれの宣伝みたいなんだけど。こうやってやって、これがあるから、ね、もうそれ中に入れ込んだ感じやな。これこうやってやる、そうやな。で、これでずっと上まで埋めていくと。測った意味ないんやけど、全然違うで、全然違うでこれ。結局最初からイメージ通りにやったらいいや。できたー。どう？いいよ。どうですか？あ、いいんじゃない？いいの？ほら、小部屋感できた。ってはネズミおりそうやな。ドアつけようかな。これドアつけようかな。いらんって、ドア、いらんって、いらん、いらん、ほら、いらんって。かわいいよ、小人の部屋。うんうん、あ、いいね、大丈夫だね。あ、いけるいける。
つラスト。シャキーン。ハマったー。はい、ということで今回はまあ行動デビューまでにしなければいけないことをやりました。はい。そうこうすると、まあ、外れてきてはダメなものとか、例えば、こういうタンクね。タンクとか、あと電子レンジとか、まあ、キッチンとかもそうなんですけど、給水タンクとかね。うん、室外機、うん。室外機に関しては仮ということで、うん、今後ちょっと改良していく予定ですね。単給油できるようにはしました。まあ、ここももしかしたら、まあ、改良していくかもしれないですね。うん、はい。まあ、一旦ということで。まあ、とりあえずね、走らせるってことがね、今回、目的にちょっとやってますね。うん、はい。で、後ろの、まあ、エアコンもだいぶ隠せたんで、まあ、見た目もかなりね、スッキリしましたね。で、壁とかも一応ね、今回つけて。そうやね。中扉の、壁もね、取り付け終わりました。なんで、入ってきた時全然イメージ変わりましたね。うん。うん、で、あとは、この、5人掛けのベンチ の, この収納扉ですね。ここも作成しました。っていうことですよ、美咲さん。もうね、ぼちぼち、仮ナンバー借りて走れる状態になってきました。すごい。はい。長かったですね。ここまで。目を閉じれば走馬灯のように。まあまあまあ、確かに確かに。まあ、それは車検を買ってからにしましょう。ね。今後続きが気になる方はですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしたらまた。